1> m 1 9 0 2 3 7 6 m m 四段砲とは、ロシア帝国時代に採用された M1902-76mm ヤーホーに、ソビエト連邦が近代化改修を行った、四段野砲である。ロシア革命後の赤軍は、旧帝国軍の M1902 ヤーホーを、継続運用して、白軍との内戦やポーランドの侵攻を、戦い抜いてきたが、 旧帝国軍の装備の一部は、ロシア帝国から独立した、ポーランドやフィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニアなどが運用していた。1920年代にかけて、火砲の性能が大きく進歩したため、赤軍は既存の M1902 ヤホーの近代化改修による性能向上を目論んでいた。1927年から1930年に、 かけて回収テストを繰り返し、1930年には回収案がまとまって M1900 に30の名で正式採用され、1931年から生産が開始された M1900 に30の初期型。方針は延長されておらず、車輪も従来型のままである M1900 に30の方が、工業各時に 方針交代の邪魔にならないように、脚部に長方形の穴が開けられている。M1902、30は M1902 の方がの脚部に穴を開けて、改良して、最大行角を17度から37度に増加させ、さらに方針を30後径から40後径に延長させることによって、最大射程距離は8500メートルから13290メートルに延長された。 さらには、弾頭重量 6.3kg の鉄鋼弾も用意されたので、大戦車戦闘能力も持つことになった。鉄鋼弾の貫通力は走行に30度の角度で着弾した場合、5 0 0ルで5 6ト、mm、ル1 0 0 0ルで4 9ト、mm、ルの装甲板を貫通させることが可能であり、当時の戦車の中でも、 重装甲を誇るフランスのソミュア S35、機兵戦車や、ルノー B 一重戦車をも一撃でほふれるほどの、性能を有し、対戦車砲としても十分な性能を持っていた。ただし、最大走行圧7 0ト、mm、ルを誇るイギリス製、マチルダ2不評戦車には、立ち打ちできなかった。しかし、砲画にはサスペンションがついていないため自動車による、 高速牽引に対応しきれず、1936年には、新規設計の F-22 ヤホーが開発され、さらに1939年には、改良型のユースブヤホーの生産も開始されると、第一戦部隊の装備はこれらに更新されていき、M1902-30 は予備兵器とされ、ノモンハン事件や冬戦争に投入されることはなかった。 1941年の大祖国戦争勃発時に、赤軍は2066門の M1902 と2411門の M1902、30を保有していたが、これらは、多数の F-22 や F-22 ユース部と、共に多くが、数軸国軍に破壊ないし露覚され、残存砲も、後方部隊に配備された上、畜時ジス -3 に、 更新されて退役した。ドイツ国防軍は六角した M1900 に30の内方針が30口径のものに7、62cmFK295-1、方針を40口径に延長したものに7、62cmFK295-2 の六角兵器コードを与えたが、運用したかどうかは不明。ありがとうございます。